チャオマイアチャンネルへようこそ。皆さんバイオリン楽しく弾いていますか？今回は和音を取り上げたいと思います。和音ということは音が3つ以上なんですけれども、バイオリンの場合は3和音もしくは4和音の音が出せます。3和音の場合は一度に弾くこともあれば2本ずつに分けて弾くこともあります。そして4つは必ず2本2本に分けて弾かないと楽器の構造上、一度に音が出せません。今回はその4つの和音についてお伝えしてみたいと思います。初めて和音を弾こうと思った時に頑張って音を出そうと思うばかりに音を潰してしまったりとか、肝心の上の方の音が出なかったりとか、いろいろあると思いますけれども、何に気をつければ和音がうまく弾けるのか音が出せるのかお伝えしていこうと思います。まず左手のもちろん音程もあるんですけれども、今回はポイングの方に重視を置いてお伝えしたいと思います。まあ、下が例えば今みたいに開放弦、下2本が開放弦だということでやってみたいと思います。下はここでこんなにたくさん使ってしまうと上の音がもう出しきれないので、下2本は少し使うだけで、すぐに上2本に移行するんですけれども、まあどれぐらいで使えればいいかっていうと、弓のバランスを取りますね。で、弓のバランスを取ったちょっと手前ぐらい、何センチかな、4、5センチ手前ぐらいから上の音が使えるといいかなと思います。でないと、このバランスが取れているところからもう上になってしまうと、とても音を出すのに大変です。で、力ばっかりかけても、実際、こっちの方は弓もだんだん柔らかくなってくるのでガツッとした音は出せないですね。なので、雑音ばっかりになってしまうこともあります。その辺気をつけてもらったらと思います。まず下2本弾いてすぐに2本2本っていうのは意識してくださいね。でこっちへ移行するんですけれども、この時に肘からこうやって回すイメージではなく、まずここですね、ここで移行して、でそれを右の肘の動き自体はこうやって動いてるわけではないんですけど、イメージとしてはコマにどちらかというと逆らって動かすつもり、こうやってこのコマと同じ向きにこういうふうに丸くしようと思うとうまく引っかからずに、雑音ばっかりになってしまうことが多いと思うので、このように4つを引き切らないで一度最初の低音側2本ゲーセンデーセン弾いて、で弓だけここで回転させて、あんまりこう肘から落とす、肘から落としすぎないでピタッてつけて、それからこういうふうに落としていく感じ、イメージとして実際こうやって動いてるわけではないですけど、コマの形に沿ってこうやって動かすっていう感じではなくて、
どちらかというと腕の動き自体は肘をこういうふうに落としてこ、コマの形とは逆にこういうふうに落としていくイメージです。で、弓の毛はピタピタって2本落としてあげて引き切る。なので最初にこんなに使っちゃうとあと引き切れないので、すぐにアセン線の時にすっきりこう綺麗に引き切れるだけの余力がちゃんときちっと持てるように弓の配分を考えてみてください。そして、音程の取り方ですけれども、和音なのでメロディーを弾く時の音程ではうなりが出たりして合いません。なのでソレシソという和音鳴らす場合には下2本開放弦なので、もちろんここに合わせるんですけども、まずソの音を取ってみて、そしてシの音、この2本でまず、これ音が、例えばこれ6度音程ですけれども、この6度があった時に自分にしか聞こえないぐらいの範囲 の音の大きさですけれども、3つ目の音が聞こえます。倍音なので、この例の音ブーっていう感じで音が聞こえてきます。っていうのが聞こえてきたら、あ、合ってるんだなという3つ目の音が聞こえてきます。これは他の重音でも3つ目の音が聞こえてきます。どうしても最初に使っちゃうなっていう場合、まず大事な上、ま、下も大事なんですけれども、上残る方の音、こっちを先に弾いてみて、最終的にこの腕の角度がここに来るっていうのをちょっと意識してみてください。そして逆にこっちに戻して、ゲーセンデーセンから始めようと思ってこう肘をこうやって上げていて、グワーンってこうやって回してしまうとなりきらないので、まずアーセンエーセンガを鳴らしてみて、ここで最終的な右腕の角度を確認してみて、それで弓の角度少しゲーセンデーセンが鳴る角度にして元へ持ってきて、でこういうふうに落とすイメージです。なかなか、こういう風じゃなくて、こういう風って、どういうことっていう感じになってしまうと思うので、図をつけましたので、それでちょっとイメージしていただくといいかなと思います。それでまずは開放弦で綺麗にすっきり4つの音が出せるっていうところを目指してやってみてください。それで左手の和音がいろいろ変わったとしても、右ボーイングの方がうまくいくと、あとは左手とのコンビネーションなので、そこを練習すればうまくいくようになると思います。焦らないで動作を分けて考えて練習してみてくださいね。それではまた次のマイヤチャンネルでお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。